こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。弊社ですね、アニメ、ゲーム、漫画業界に特化した専門の求人サイト、ラクジョブ、こちら運営しております。で、今回ですね、プログラマーの、お話ですね。プログラマー、ゲームプログラマーになるためにはどうすればいいでしょうと。そういったお話をさせていただきます。で、ゲームのプログラマーになりたい。で、そのためにですね、例えばどういうことをされるんでしょうね。専門学校に行かれる。自分でゲームを作る。そういう経験、あるいはですね、とにかくどっかの会社に入って、で、そこでですね、プログラミングできるようになっていきたい。そういう方はですね、いらっしゃると思います。で、専門学校に行って、プログラミングの勉強をしている。あるいはですね、理系の大学等で、プログラミングをですね、しっかりと学んでいる。そういう方にはですね、今非常にチャンスは増えてきております。やはりですね、ゲームのプログラマーさんって、今非常にですね、求人の数が多いんですけれども、プログラマーとして仕事をする人の数はですね、それに見合っていない、少ないという状況がありますので、未経験の方、これからプログラマーになりたい方にもチャンスは増えてきております。で、自分でゲームを作っちゃうような方ですね、こういう方も非常に企業は歓迎します。なんでかっていうと、ゲームのですね、実際その勉強を専門学校とかでやっているわけではないので、基礎的なところがしっかりしているかっていうと、そうではないことはあるんですけれども、自分で考えてそれを行動に移してしっかり成果を出せる、自分で例えばそのネットとかで調べてプログラミングをやってゲームを作る、その一連の工程をできる人っていうのは実際、会社の中に入って、こういうものを作ってほしい、じゃあこうすればいいのかなって調べる、実際にやってみる、ものを作る、その工程をですね、しっかりできるっていうことの証明になりますので、それができる方っていうのはですね、たとえそのスキル面に穴があったとしても、学校を卒業されていらっしゃらなかったとしてもチャンスはございます。そういう方の方がですね、むしろ私たちの会社には合っているんだという話も多く聞きます。でですね、今まで全くプログラミングやったことはありません。とにかくですね、プログラマーとして働きたいです。入った先でですね、もう死に物ぐらいで頑張ってプログラミングできるようになります。こういう方はですね、正直なかなか企業側はですね、信頼してくれないことが多いです。そこでですね、じゃあ今までそれだけの覚悟を持っているあなたがどういうことをやってきたんですかって言われたときに、そこでですね、言葉がしっかり出てこない、出てきた言葉がですね、信用に足らない、そういうふうになってしまうと、やはりですね、会社ですので仕事をしてその成果、作品を上げていく、自分の仕事の役割をしっかりと果たす、そこを求められますので、そこをできるかどうか判断できないと、じゃあこの方はちょっと難しいかもしれないなと、他にもあっちにもいい人いそうだし、そういう人をですね、雇ってみようかなというふうになってしまいます。なので、基本的にですね、転職したい先があるときには、そこの会社で求められるものを、まずは自分でですね、どんなレベルでもいいから、やってですね、それをですね、提案する。私はこういうことができる人間ですと、実際こういう形で、物も残していますと、そこが言えないでやはり難しいかなと思います。なのでですね、やはりソースコードを求められるようなケースは非常に多くありますので、未経験の方でもですね、そういう方はですね、ぜひともじゃあ自分がソースコードをですね、提出できるかどうか、そこだけの基準で見てみていただくといいのではないかと思います。いやいや、今書けないしっていうような方はですね、いやいや、そういう方はいらないしというふうに言われてしまいますので、そこは少し厳しいようですが、ゲームプログラマーになりたいという思いがですね、じゃあ実際自分の中でどれほどのものなのかというところも含めて考えていただければと思います。ぜひともですね、具体的に求人じゃあどんなものがあるんだというふうに考えられる方がいらっしゃいましたら、こちらラクジョブの方を見てみていただければと思います。ラクジョブで検索。それでは。